ょうどあの宗像さんがあの FTSI の話とかそれに、深く話をされていて、まあ、その後ということで、まあ、FTSI4.1 を、まあ、そのために、まあ、LTP というものがあるんですけども、まあ、そのバージョン、うん、何がいいかっていうのを、評価した結果をこのまで、ご報告させていただきます。はい、私が不安前ということで自分自己紹介をします。私は富士通コンピューターテクノロジーズの松田と申します。普段は、富士通向けの、 組み込み Linux の開発をしています。右上の、写真は社内で表彰があってその時に撮った写真なんですけど、エルピック君の方に手を当てています。はい、平岡松田です。はい、で、我々の作っているディストリビューションっていうのは、富士通向けの製品に使われていまして、内容としては、LTSI のカーネルを採用していまして、ビルドには、ヨクトというフレームワークを、使っています。で、我々が作った、ディストリビューションっていうのは、こういったサーバー製品だったり、ネットワーク機だったり、あとは、こういった社債機なのに使われた実績があります。はい、で、こういった今回の話は LTSI に焦点を絞るんですけども、先ほど、午前中のティム・バウドさんの話とか村方さんの話でもあったんですけど、今年 の LTSI のバージョンが 4.1 に決まりました。左側は、今年の LinuxCon Japan のスライドをちょっと見ましたもので、すでにスケジュールっていうのが、出ていまして、これは、ホームページから引用してきたんですけども、すでに、マージウィンドウというのがやっとしてで、その、マージウィンドウのクローズが来月の末で、11月から、バリデーション期間というか、テストが始まりまして、その後に、予定通りいけば、クリスマス前にリリースされまして、皆さん安心してクリスマスも迎えられるという予定になっています。で、こういったところで、4.1 の開発が走っているんですが、その中で重要なのは、テストだと思っています。で、テストに関しては、次のスライドですけども、我々はその 4.1 のテストに対して、LTP というものを使っています。この中で LTP ご存知の方っていますか？大体の人、ありがとうございます。大体の方が知っていらっしゃるということで、はい。で、LTP というのは、Linux のテスト、するためのフレームワークとかテストが入っています。で、ここにいる方はほとんど多分どういう効果があるかって思うんですけども、以前AGL っていう、オートボーティブ、グレード Linux の、サミットで、発表したんですけども、ケースで、ケースで例えば左側ですと、その LTP を使って、ちょっと古いカーネル 3.0 なんですけども、そこで、フローティングポイントの、テストを流したときにフェイルしまして、その、原因が、GCC、ツールチェーンになりましたということで、こういった問題を見つけたり、右側のケースですと、一つ前の LTSI の 3.14 なんですけども、そこで、3.14 自体だと、LTP の中でパスするんですけど、28っていうちょっとステーブルの、回る期間だとフェイルするっていう問題がありまして、これは TLS の関係の実装が変わってもそこはフェイルにバグがあったという話で、これは、バックポートして、難度高くしました。また、ステーブルにもまたそのメインラインからバッジが入りまして 3.14.37 で回ってるっていうことも、確認しました。こういったようなことで、LTP を実施することによって、Linux のバグを見つけることができます。はい。で、こういった LTP っていうのは、午前中の発表でもありましたけども、LTP テストプロジェクトの中にも LTP が入っています。ただし、この中に入っているバージョンっていうのが、開いてみると、2010年8月31日ということで、約5年ぐらい前のバージョンが入っていて、非常に古いなと。で、こういったその、古いバージョンでいいのっていうところに、今回問題、
が、話のきっかけになりました。で、じゃあいい LTP のバージョンって何なのっていうところを考えました。でそこが、この2点で、1つはこのカーネルの、実装、カーネルは日々こっちが、取り込まれて、進化していくものなんですけども、その実装に追従する、テストケースが含まれることです。例としましては、新しいシステムコールに、追加されるんですけども、それに追従したり、あとシステムコールの仕様変更があった時に、その仕様変更に対応するということが重要です。あとは、テストLTP 自身もソフトウェアなので、絶対バグっていうのがあるんですけども、LTP 自身のバグが取り込まれることっていうのが、あると思います。についてちょっと具体的な例を、見ていきます。一つ目が、その新しい、のテスト、システムコールのテストケースって話ですけども、例として、3.17 で、ゲットランダムっていう、システムコールが、追加されました。っていうのは、Linux.git っていう、Linux のメインライナーの、ちょっと字がちっちゃくて見えないですかね。見えますか？こういったところで、この Git だと 3.14 から 4.1 の間で、シスコール、アンスコ、64TBL っていうものを、サブに取ってるんですけども、それを見ると、新しいシステムコールが追加されたことが分かるんですけども、そこでベッドランドっていうのが追加されました。でそれが見ると 3.17 で追加されています。で、それと同時に、LTP の Git を見て、ディレクトリですと、テストケーシーズ、カーネル、シスコールっていうところに各システムコールに対するテストが入っているんですけど、ゲットランドっていうディレクトリがあります。でこれが入ったのが、2015年9月3日ということで、今月の頭ですね、に新しいバージョンがリリースされたんですけども、こちらに入っているということがわかります。なので、Linux の進化に合わせて、LTP を新しいものだと、テストに追加されるっていう。で2つ目が、仕様変更に追従ということで、このちょっと、M アドバイス、02という、テストケースなんですけども、これが、フェイル、実行したらフェイルしました。で、M アドバイスっていうのは、メモリーの利用に関する、アドバイスを、可能にするっていうのがシステムコールです。で、こちらの、テストケースが LTP の変更履歴を見ますと、気になるバグフィックスが入っていまして、これを中身見てみると、3.8 がリリースされた後に、あるコミットが入りまして、こちらによると、またちょっと仕様が変わりまして、EBATF っていうのをリターンしなくなるっていう仕様変更がありました。でそれに対応するために、こちらのバグフィックスが入ったということで、カーネルっていうシステムコールが追加されただけじゃなくて、微妙にその、仕様も変わっていくんですけども、こちらにそれに対しても LTP が新しくなると、追従していく必要があるかなということがここで分かります。最後のテストケースの学習性ですけども、FA Notify 02という、テストケースの例です。で FA Notify っていうのは、ファイルとかディレクトリの監視をして変更されたら通知するということができる、システムコールで、主にウイルススキャンソフトとかで、ファイルが変更されたの異常を検知して、通知するみたいな、そういった機能も使われているシステム。で、こちらを見ますと、また変更を見ますと、フィックスアップテストケースということで、見てみると、これはテストの間違いで、ちょっと見にくいんですけど、FANDIR というのが指定されてないと、イベントが、イベントがその生成されるか、
とっていうふうに思ってたんですけども、その仮定は間違いでしたということで、まあそのテストベースの間違いっていうのはここで修正されております。ということで、まあテスト自身の株が修正されたことが分かります。まあ、ということで、まあ、新しい句になるとそのこういった修正が含まれるので、まあ2問になります。いいテストになりますということですね。で、まあ、ここでじゃあ、実際その LTP を流して結果についてお伝えします。環境としては、インテルの Core i3 の、まあ、CPU、まあ、割とパワーの CPU で、まあ、64ビットとして動かしました。 Linux カーネルは、もうすでに 4.1.7 って言ってるんですけど、まあ、ちょっと古い 4.1.6 で動かしました。あとは、まあ、ユーザーランドとしては Nuc1.7OS でビルドしたと、GDFC は 2.20、GCC は、まあ、4.9.1 っていうのが 1.7 のツールチェーンの半数なんですけど、まあ、ちょっと、まあ、バグがありまして、我々ちょっと3つ目の数字を、上げて、どんどん作しています。まあ、テストとしてはシステムコールを中心にテストしています。はい、でその結果が、次のスライドになります。で、そうですね、ちょっと分かりづらいんですけども、まあ、これテストがケースごとに追加しました。で一番上の行が、テストケースで、これがそのシステムコール全体の、テストケースです。で、この一番左が、LTSI テストフレームワークの中に入っているテストの半数でそのまま流したものです。で、右が、まあ、それだとちょっとこの半数がちょっと古すぎて、今の、LTP の GitHub 見てもこの半数のタグがないので、まあ、半数のタグがあるものを採用しました。で流しましたのがこちらの結果でした。あとは、この右側のテストが、まあ、最近の見てて流した結果ですというのを、並べてみました。で、こう見ますと、まあ、LTP のテストケースが年々増えていくというのが分かります。あとは、まあ全体的な傾向ですけど、まあ、どんどん、フェイルっていうのは、まあまあ、フェイルしてたんですけども、まあ、バグフィックスとかで、テストケース側の修正が入りまして、まあ、新しいものですとそういったものがなくなってパスが多くなっているということが分かります。で、まあ、全体的な傾向としては、まあ、新しいものを使った方がそういったバグっていうのが少ないんですけども、まあ、4月20日ぐらいまでですね、テストを流した時に思ったんですけども、今月の頭に出てきたものが出てくると、まあ、それで全部パスになるかというと、また1個違うものが出てきて、ちょっとこの最新のものがいいかっていうのは、ちょっとこの結果を見て、これはちょっと生きれないと思っています。なので、もうちょっとこの結果とか精査しなきゃいけないんですけど、ちょっとそこまではできていいです。まとめケースなんですけども、最後まとめですけども、新しいその LTP をメンテナンスしていきましょうということです。まあ、カーネルは日々進化してきますし、まあ、今回 4.1 っていうものも、に対しては LTP をテストしていたんですけども、まあ、すでに 4.3RC というのが出ていますし、まあ、次の LTSI に向けてっていうのだと、まあ新しい、システムコールとかそういったものに対して対応していくっていうのは重要なことじゃないかなと思います。で、もちろん LTP 自身もソフトウェアですので、まあ、バグフィックスっていうのがあるので、そういったものをどんどん取り込むし、まあ修正していきましょうということがあります。で、2つ目が、その、LTSI テストフレームワーク、まあ、古いっていうのは、古くて、まあ、そういったものには、その、ムカがあるっていうのは、ちょっと分かってるんですけども、じゃあ何を入れたらいいのかっていうところで、まあ、最新版を入れた方がいいんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、最後の、表の結果を見ますと、まあ、最新版も本当にいいのかっていうとちょっと見てないので、まあ、今後ちょっと明らかにして、まあ、またこの場で報告できたらなと思っています。はい、で、最後になりましたが、まあよまあ、LTP を使うことによって Linux のバグっていうのが明らかになって、まあ、Linux の進出向上に貢献できるので、まあ、皆さんも 4.1 年の開発中ですけれども、まあ、テストをして、LTP を使ってテストをしていきましょうと。はい。
という点のみです。以上で発表になります。先生、ありがとうございました。まず、LTP を入れ替えることは簡単にできる。というか、その時に LTP に対してバッチリ、それを入れ替えてっていう、その感じの時に、入れ替えることはそんな問題を起こさないこと。それは、エンティサイテストフレームワークを出してってことですよ。そうですね。今回ちょっと流したのは、普通に LTP をクロスビルドして入れたら、ちょっとテストフレームワーク経由をやってないので、ちょっと分からないので、まあ、すでにもうベースがあるので、難しくはないと思ってます。それはだから誰かが何かすればいいってことかな、その次に。クロスビルドすること自体は私のことじゃないと思うけど、どうしたらその次に、今回 4.1 テストするのにこれを使えるようにしようっていうのは、誰が何をすればいいんだろうっていうのが質問なんだけど。そうですね。GPT にしたらメンテナンスされてるんですか？されてるとは言い難いが、誰かが何かを投げてやるって言ってるわけよ。で、まあ、これはここだけの話ね。僕が少し金を逃がせればそれをやると言えるようなのでそういう方法を取っててもいいから、進めるのを進めたいと。FP って何の組み込み製品に使う組み込みで使ってる Linux に対してテストするの結構面倒っちいんだよね。なるほど。ちゃんと関数。そういう質問2で、さっきインテリアアイスでやってたけど、その組み込みでやると結構ダイバーとかいっぱい出てきたじゃない？で、そこってどう見てる？結構インテル系のを見て動かしてるところがあるので、組み込み系のことはあんまり考えてない。で、そもそも意識的にカーネルにその機能を入れてなかったらすぐフェードするので、結構ね、手間がかかる。そういうところをきちんと、まあそういう意味ではメンテナンスチームがちゃんと開発チームが構成されてないところが問題なのかもしれない。テストシステムに対してそういうメンテナンスはされてないということは、そのテストシステムの信用性に関わるので、それがいまいち使われてない理由なのかもしれない。一応少なくとも ARM と PowerPC では全部同じテスト流して同じ結果を出してます。カーネルがシステムコールサポートしてないとか、そういうケースはもちろん出るとか出ますけど、だから落としてるんだったら落としてるんで、ちゃんとまあなんかテストするときにコンピレーションでこのシステムコール使ってないよねって最初からチェックしてスキップしてくれればいい話なんだけど、フェールするとドキッとするんで、なんでフェールしてるのかきちんと調べて報告しなくちゃいけないんで、人工知能で提供されてるやつってフェールして合わすと結構フェールになりません？それはだから今の話で古いから3.10 だと全然合わないテストが多い。そういうせっかくこうやったらそれはなんか全然そうですね、新しくしてしまいたいなと思うんですけど、そうですね、はい、っていう話をLinux con Japan の時のワークショップでも言ったんだけど、まあ、アルキミが使わねえよとかそういうところ でそれはさっきからして昔テストフェールするのがあるから選んだものだけ入れてるって言って、だからせっかくここまでやったんだらこれを入れようと なんか指示すればいいんですよ。そうですね、なのでちょっと これでやっぱり使えるじゃんっていうのを言って、で、まあ、アーカイブ差し替えるだけなら多分そんな手間じゃないので、であとは例えばじゃあこのリファレンスボードで動かした結果とかもつけとけば、まあ、自分の環境で流した結果との比較も多分しかし、その組み込み系の CPU、まあ、最近分別も早くなったから当たり前なんだけど、僕質問さっきそのフェールになった時にフェールになったのは LTP が悪いのかプログラムが悪いのかってどうやって切り分けてるか。そうですね、まあ、システムコールがなければフェールしてるので、ちゃんと動いてないからフェールしてる。そうしたらフェールしたっていうのはどっちが悪いのか、LTP が悪いのかプログラムが悪いのかどっちなのか。まあ、今回の、まあ、フェールしたのは今回の場合はペモとかに関しては、まあ、LTP の対応しなかったということなんですけど、他のところに関しては、まあ、こういったその、まあ、指輪のケースなので僕はちょっとまた調べて、そこがすごい大事で、その辺の情報をつけてここはちゃんと使えるって分かったから入れてくれって言うとだいぶ違うと思うんでね、はい、ぜひその辺をちょっと別に 4.1 もうすぐテスト始めるから、うん、ぜひ入れたいな。
あと最近の LTP だと前だとあの環境が悪いやつとかでちゃんとテスト流せないとなぜかパスって出してたりしてたんですけど、そこは割と最近のだと厳密に出すようにして、コンフっていうのを出すようになってて、環境が環境の問題でテスト流せませんとかだとコンフって出してたりとか、そういうのであの LTP の方もちゃんとその辺は考えられて進化はしてるかな。そういうふうにしてくれるといい、うん、なんでテストが成功したパスとテストをスルーしたパスが同じなんですよね。まあ以前はで、それが最近だとちゃんと その辺分かるようになってきてるので、っていうのもやっぱり上げればそれなりに LTP も あんだけのテストを抱えてる以上は進化もあるので。LTP で昔使ってた人はそういうところで苦労してるので、そういうのが最近の LTP はもうみんな治りましたよ、良くなりましたよっていうのもあるとちょっと嬉しい。LTP の振る舞いに迷わされることはありませんと。LTSI のテストフレームワークとしてこれだけ流すからもう OK ってなってるのは OK なんで、それが NG になったら何かのところで直した何かが影響してますよっていうのが見れるようになりましたっていうのでまとめられてれば、じゃあ使おうなって話になるから、まあ、とにかく触った LTP 使ったことある人はみんな何かしか痛い目にあってテストシステムがね間違えて報告されるって致命的だよね。そう思ってたのに、ちょっとでもこれはせっかくだからぜひ読んでいて使いたいので、ちょっと解明しましょう。テストのオートメーションって本当に省力化の問題だし、人間がチェックするのでどうしても間違いを起こすので、オートメーションってとっても大事なことなんです。そうですね。単純なことほどオートメーション化しないと人間は単純なものほど取り逃がすので、ちょっとお時間、まあ、高島に来たんですけど、はい。